はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リュウです。さあ本日も遊戯王マスターデュエル速報のお時間でございます。本日5月の6日金曜日、バージョンアップデートが入りましてですね、まあ、私今スチーム版使っているんですけれども、 PC 版のスマホ版にもどうやら来ているようなんですけれども、最新のアップデートの公開がありまして、いくつかね新しくなってるんですよ。こちらの情報をね皆さんに共有して、おこうかなというふうに思っているんですが、まずですね、5月の9日にはバージョンアップデートが必須化になるということで、アップデートしていない方はなんかそのマッチングとかできなくなっちゃうから、この早めに、ま、あのアップデートしてくださいっていうふうに公式からお願いされていると。でアップデートで何が変わったかっていう更新内容なんですけど、あのねめちゃくちゃいろいろ変わってます。めちゃくちゃいろいろ変わってて、まあちょっと今回紹介するの一部になってくると思うんですけども、更新内容と不具合修正っていうこの2つがあるんですけど、こちら更新内容の方が非常に熱い。これ、まあいくつか見ていくんですけど、一部ね、デュエル中の一部演出タイミングの調整高速化ということで、まあ いわゆるねデュエルの速度が速くなる。これで例えばですけど、まあ遅延デッキと言われているアダマシアとかアダマシアとかで処理中さ、デッキのその上のめくる速度めっちゃ遅くて、なんかどうやら巷ではねデュエリストに嫌われてるらしいんですけど、とかあとはそのなんだ DD ダイナマイトを打った後にそのエクストラデッキでカードを戻す時とかもなんかすげえ遅かったじゃないですか今までね、そのカードの処理が、あの辺がねなんかねどうやらね高速化しているらしい。だからかなりデュエルがしやすくなってると思う、おそらく。それからこれデュエル中のカード発動演出の追加、これがねちょいくつかね見たんだけど、かっこいいのがいくつかあんのよ。でどうやらメインデッキに入れられるカードはこのね7枚が追加されてるらしくて、羽ぼきとライスト、それからマスターズの指名者、法要、それから神戦、レッドリブート、直名っていう、まあこの7種類が追加されてるらしい。まあ直名がこの辺りで演出追加してくるってことは、もしかしたらこのカードマスターデュエルでは禁止にならないかもしれないね。まあ OCG の方ではねこれ当たり前に今回禁止になったんですけども、前回ね、前回の制限改定でマスターデュエルではなんかそのドヤ顔で演出が追加されてるんで、もしかしたらこれだいぶ生き残るかもしれないですね。ちょっとね演出をねまとめてきたんで見たくて、俺がよかったらご覧ください。こんな感じで結構かっこいい演出がいくつか追加されてると。あとね召喚演出も結構追加されてるモンスターいくつかいて、まあちょっと俺が分かる範囲だったんだけど、ダイヤモンドベルとかブラッドローズドラゴンとか、ファイナルシグマ、あとこれねサイレントローズダークナイトとか、ディザスターレオとか、エキドゥーナあたりはね追加されてるらしくて、これ他にもたくさんなんかモンスターの演出が追加されてるらしいんで、コラミさん本当にありがとうと言ったところ、やっぱ召喚演出あるとないとじゃテンションが違いますからね、デュエル中の。あとはですね、デッキ編集画面に、デッキに入ってる未所持カードを一括生成できる機能の追加と。例えば、今、すげえ適当に、N カードのバニラをね、ぶち込んでみたんですけど、なんかこの右上のね、この未所持カード一括作成生みたいな。このボタンを押すとね、なんかね、一気に作れるらしい。ドーンと。おりゃーうお。どんなクズカードでも使い道はあるんですよ。ゆうせいさんは言っていました。クズの一言で。カードを一周するあんたにデュエルをする資格は。あとはですね、前回保存時にデッキに入れていた未所持カードをデッキ編集画面を再度開いた時に所持していた場合は自動で所持状況を反映と。まああれだよね、なんかその加工度が違うカードとか、ブラックアウトしてなんか持ってないことにされてたみたいなのあったじゃないですか。多分あれが所持状況を反映されて持ってることになるんじゃないですかね。
それからソロモードの画面の回収っていうことで、なんかソロモードあると思うんですけど、皆さんやってるね。この例えばあのソロモードプレイした時になんかね、難易度とかが表記されてるようになってました。ほら難易度とか、あとなんか自分のアイコンがなんかすげえ可愛くジャンプするっていうめちゃめちゃ可愛いね、仕様が追加されてましたね。まあそのソロモードもなんかどうやら噂によるとなんかその追加されるらしいけど、ちょっとまだ詳細は公式からは出てきてないですね。全然関係ないんですけど、この CPU のブラックマジシャンめちゃくちゃぶん回してこない。それからね、このねミッション画面の回収っていう、このねミッション画面がね結構ね見やすくなってて、ちょ見ていただければわかるんですけど、まあデイリーとかログインとかデュエルライブとかっていうなんかそのタブみたいなのに左側で分かれるようになってたんですよね。まあ今まではこのなんか右上のタブで分かれてたと思うんですけども、まあこれが、左側のタブになって非常に分かりやすくなったと。いや、なかなかね、コラムさん最近マスターデュエルの人口が減ってきてるのかなんか知らないですけど、割とね、本気で、回収しようとしてくれていて、非常にありがたい。それからデュエルルーム画面の回収。なんかこれはね、なんか、ちょっと触ってみたけど、何が変わったのかよくわかんなった。ね、デュエルルームで選択できるデュエル時間に短いっていうのが追加されてるんですよ。今までは長いと普通しかなかったんですけど、まあ、短いが追加されたことによって、そのデュエルルームでやるときに高速でスピードデュエルがしたいっていうとき、これはね、デュエルルームで対応してくれっていう感じになりましたね。で、不具合修正はなんかうんたらかんたらって書いてあるけど、まあ、そんなに関係ないから一回飛ばすわっていう。で、あとね、その今回のアップデートの内容がすごく嬉しい内容になっていたっていうことにプラスして、ね、またね、新パックが来るらしい。これはちょっとまた別の動画で別途やろうと思ってるんですけど、新セレクションパックとあとそれから、ストラクチャーが5月の9日になるっていうことで、早かったですよね新パックね。前回来たのが4月の4日だと思うんで、前回のパックがね、ここでもう5月の9日になって新パックが登場するっていうことで、月1でこれ毎回新パックぶっ込まれるのかな。お財布ポイントがちょっとなくなる気がするんだけど、大丈夫かな。ちょっとまたこの新パックのね、内容がどんなものが来るのかっていうのはちょっと別の動画でねやっていこうと思うんですが、今回の、マスターデュエルの、情報を大まかにまとめておくと、なんかすげえ遊びやすくなったから遊んでみてくれって感じ。うん、以上。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。